はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ということで、覇王手裏剣人ですね、こちらね、はい、でかいね、うん、ギリギリ入ってるって感じかな、うん、それで、2015年11月8日、本日放送分の手裏剣戦隊ニンニンジャーで、はい、覇王激アツ大王が出ましたね、うん、はい、じゃそれをですね、今日作ってみたいと思います。はい、まあ、今ね、覇王手裏剣人の状態なので、うん、まずは手裏剣人を外す、外に出ていただきましょうか。カッチャ、はい、そしておー、うわー、すごい、手裏剣外れた。そして激アツ大王の鳳凰丸と外して、手裏剣の外し、そして、そして顔出す、全部丸の顔を出すと、で、お手手曲げて、お手手を曲げて、足も曲げてこの部分に、突起がね、出せるんだよね、うん、ガチャ、これで、これでライオン覇王に合体。くっつきました。つきました。そしたらこの、ね、ハンドルを持たせて、うん、それで鳳凰丸が上にくっつくのか、うん、この赤忍者トゥーレツを外して勝ち。で、この上に赤忍者トゥーレツが乗せて、ちょっと待って、これ入ってる、はい、ギリ入ってる、ギリ張りで、この、はい、で、この手裏剣を、この顔を上にこうやって、うん、で、そうなんです、真ん中のセット、これで音声になる？なった。すごい壮大ですね、うん、壮大な、これが激覇王激アツ大王だね、うん、覇王激アツ大王はさ、うん、テレビでは超さスピードだ、超スピードだって、すごい速かったね、うん、動画すごい速かったね、今日ね登場したけどね、うん、覇王手裏剣人よりもすごい速かった。そうだね、覇王手裏剣人はチコ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 っていう移動だったけど、キュージュージューンっていうすごい速い、速かったね、うん、そんな感じでございました。はい、よかった、これが最終形態で、うん、パパね、これにさらにいろいろくっつくと思ってたからさ、うん、よかった、これに足くっついたらどうしようと思ってたから、そうだね、まどい、なんだっけ、必殺技、必殺技、ジェチャットオールスターズ、そうだ、激アツオールスターズだ、ガチャッとこれを上げて、こっからこの激アツ大王の、それぞれのお供人が飛び出てたね、うん、お供人型のエネルギーが飛んでた。あ、そうかそうか、まあ、大きいことに変わりないよね、うん、うん、重いし、うん、これ大人でも重いからさ、ちゃん持ってみてよ、うん、ちょっとここに置いてもらうか、いやー、持てない本当に持てない、おもちゃってどうなのよはい、ということで今回は覇王激アツ大王でした。あ、大変だった作るのもちょっと大変だよね、うん、うん、横もすごいし、そうだね、後ろはちょっと相変わらずなんかバイソンキングかわいそうなことになってるけどね、はい、はい、ということで今日の動画がですね、もし良かったなとか楽しかったなと思う方はぜひ高評価ボタンを押し、高評価ボタンお願いしますね、はい、そして思わないと思うじゃね、思わない、短いか、多分、そうかそうか、ごめんなさい、思わなかったらね、うん、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、新しい動画の更新が分かりやすいですのでね、はい、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいです、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。